早見優とは、日本の元体操選手。長崎県出身。関西高等学校、日本体育大学、特集会体操クラブ、日本オリンピック委員会。2006年から、神奈川県の特集会体操クラブに在籍、米田佐夫、水長ことぶき思うなど、トップ選手が活躍する中、自身もオリンピックを目指した。 2008年北京オリンピック代表選考後に選手を引退し、同クラブを退職する。日本代表のコーチを務めるが、宮川さえ選手への度重なる暴力により日本、体操協会倫理規定違反による無期限の登録抹消、味の素ナショナルトレーニングセンターへの出入禁止処分を受けている。 2018年8月15日、所属選手の宮川際に暴力を振るったとして、無期限登録抹消処分とされた。8月20日、日本体操協会の処分を不服として、東京地裁に仮処分の申し立てを行った。これに対して、宮川は、早見コーチからのパワハラはなかったと反論し、逆に体操協会と役員の塚原光夫。 知恵子夫妻からパワハラを受けていると会見した8月30日に第三者委員会が設置された。8月31日に、早見は東京地裁に行っていたコーチの地位保全の仮処分申し立て手続きを取り下げ、また一連の騒動についての謝罪文も公表した。9月6日に FNN ニュースでは、独自に入手した、早見コーチが、 宮川選手を殴る動画を公開した。9月7日、この件で、協会は、第三者委員会を、設置、10日には塚原夫妻の職務一時停止を、決定した。そして12月10日、第三者委員会は夫妻による宮川へのパワハラを、認定しないとして、同時に、協会は、夫妻の職務停止処分解除を決定した。サンスポ・コムハット。 サンスポ、コム女子五輪代表に暴力、元コーチを無期限登録抹消、リオ代表偶側の頭青だ、馬乗り、体操早見コーチ暴力。日刊スポーツ。2018年8月29日閲覧。宮川への暴力で、処分の早見コーチ、指導者の地位保全求める、体操。サンスポ。https www.、www.sanspo.com。 スポーツ、ニュース、2018万824、ジム18兆824億1306万 1N1、HTML2018 年8月30日、閲覧。そ宮みや体操、宮川さえ選手が会見早見コーチと五輪へ、再スタート切りたい、ザページ、ザページ、https、c 一ページ .jp、ディテール、 2018万830から0000002ワードリーフ2018年8月30日閲覧総宮高広体操宮川さえ選手が会見協会から五輪に出られなくなるわよザページザページ https c page ページ .jp ディテール 2018万830から0000001ワードリーフック2018年8月30日閲覧体操協会が第三者設置へ宮川選手へのパワハラ問題朝日新聞デジタル朝日新聞デジタル https Www. Com. 5 w w w a s a h i c o m アーティクルズ ASL8Z5WBJL8 図的プレイチワット HTML2018 年8月30日閲覧早見優と元コーチが処分を受け入れ宮川社交への暴力行為を謝罪ライブドアニュースライブドアニュース h t t p コロンススララッッシシュュュニースドット l i v e d o r c o m スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ15237128スラッシュ2018年8月31日閲覧。体操宮川問題第三者委員会は塚原、夫妻のパワハラ認めず職務停止処分を解除。スポーツ放置。https:www.hotcojp スポーツ、エトセトラ、2018万1210オート 1T5 万 162HTML2018 年12月10日閲覧。ありがとうございます。